学びができないのって話がいっぱい出てるわけですよね。はい、うん、でそれももうあの卒業から何年も経ってですね、何もできるわけないわいっていう話なんだけれども。中田先生どれぐらいアラビア語できる？いや全然できない。全然できない。読めるけど喋れないみたいな。そう。私のアラビア語が下手なのはですね、もう昔から知られてるんですけれどもね。うんうん、ただ一応ですね、私の場合はね、博士とその学士だと全然違うんだけども、博士課程の審査というかね、公開でやるんですよ。私の、あの博士論文の審査の時には当時ね、あの東大のですね、東京大学の文学部のイスラム研究室のその主任教員にやっていた竹下正孝先生っていうのがですね、あの介護のね、あの学術振興会のですね、あの連絡所長やってたんですね。それで先生来て見てたんでね、それで証人が、まあ、実際いるんですね。ハサン先生が実際に博士が揃ってるって日本人の学者が証明してくれるって話。そうなんですね。うん、まあそういう人がいたんでですね、聞きゃわかるんですけどね、まあ、もちろん私は同期でも留学生とかいっぱいいたけれど、まあ、その場に立ち会ったのはその人だけだったんでね、うん、でもまあそれもですね、公開でやってるとなんかすごくね、透明性があってすごそうに思うでしょ、うん、全然違うんですよ、うん、要するに博士課程の審査ってね、これお祭りなんですよ、うん、お祭りなんでですね、親族一同連れてね、みんな見に来るんですよ。なるぞ。そう。だから子供とかいっぱい来るわけ。子供とかいっぱい来ててですね。いや、逆に、もし落としたらね、落としたら人間に殺されるという、そういう問いだったんだよね。なるほど。全然学人的じゃないみたいですね。今結婚式に行って、あんたら結構認めないとか言われてるもんだ、そういう話。そういう話なんでね、うん。まあそういうとこなんでね。まあだから、要するに文化が全然違うっていうね。まあそういう話なんですよね。今だいぶダメになってますけど、当時はまあそれなりにはね、権威はあったんだけれども、うん、それにしてもですね、やっぱ外国人ってやっぱ違うんでね。で特に外国人といってもですね、日本人とかだと、もう全然それ違うわけで、例えばスーダン人とかですね、一応国籍としては違うわけ。うん、でも当然ですね、アラブ人ですからね、あのその意味では学力っていうのは全く同じでしょ、アラビア語できるって点ではね、うん、まあ、そういうのがいるんですね、日本人は全然違うんですよね。なんで当然その日本だってそうなんだけども、外国人の学生って当然の普通にやってたらですね、卒業できないわけですね。例えばチューターつけるとかね、でまあ当時だから、まあそういう制度もなかった。日本だって昔なかったからね、今だとですね、 ありますけどね、まあそんなもなかったんでですね、外国人とその留学生とその本邦の学生っていうのを同じ基準でやっては、その誰も卒業できない、うん、そういう話。まあまあそういうことですよね、当然ね、いやそれはそうでしょ、それはそうっていうね、まあ、そうですね、日本で書いた場合にね、当然ネイティブテックっていうことで見てもらうでしょ、当然ね、うん、そういうことやるのは当たり前なんでですね、まあ、レポート一つ確認します、ね、そう、うん、で特にそのもちろんあのアラブに来てアラビア語の勉強に来た人は当然違うわけ。例えば、まあ、理科系が一番はっきりするんだけどね、理科系の場合だとね、本当にもう日本語なんて全くいらないから、なるほど、英語だけでやってるしね、うん、そうで社会学校なんてそうなんだよね、基本的にはもう英語だけでも済むのっていくらでもあるからね、うん、日本に来て日本語学とか日本学とかをやってるんだったら、それは、まあ、日本語に精通してしかるべきだけれども、うん、東大の工学部で出てますって言って日本語できなくても全然それは当たり前でしょうって、そういう話。そうなんです、少なくとも読み書きできなくたってね、やっぱ当たり前なんでね、うん、それから40年とか経ってるわけだからね、うん、まあ、覚えてるわけないんですよね、小池さんっていうのは専門っていうのは何なんですか。小池さんは、まあ、一応社会学だけれどもね、うん、それだって別に専門ってわけじゃないんだよ、っていうか学部だからね、学部だから、ね、うん、学部だから別に専門なんてないんでね、うんうん、本当にそんなもんですからね、で留学、学部の留学生ってそういう話ですか、ね、そう、そういう話なんですね、うん、まあ、でそもそもさ、まあ、ツイッターとかですね、ああいうのに出てる人間って、あの本当にその大学時代にすごくあの幻想を持ってますよね。まあ、ハサン先生、今日ね、おっしゃいましたね、うん、そのなんか、大学の審査っていうのはどんなものなのか知ってんのかっていう、大学の先生だったわけですけどね、その辺ちょっと教えてください。そうなんで、いやこれもさ、まだ一応あの私のですね、知り合いにですね、まあ、現役の大学の先生たちがいるんでですね、まあ、あんまりつまびらかにしたくない、まあでも私は何の知らないもないと言えますけど、まあ要するにね、そういうことを知らない人間でもある程度想像はつくと思うんだけれども、うん、大学のね、いろんな学部がですね、全部ね、同じようなね、と基準でですね、出せるっていう思ってるのがそもそも間違ってるわけだし、で文学部なんかだとですね、本当に基準なんてないわけだよね、はっきり言ってね。ね、うん、まず、まあ、当然先生が、まあ、あの点をつけるわけですよね、うん、点をつけるんだけれども、その大学によって若干違うけれどもね、まず教授会っていうのがあってですね、教授会がまあそれをあの、承認しないといけないわけね、一応大学のシステムって全部あの一応法律だから、あのどっかの会議であってですね、この人はこの点をつけました、それを全員が承認してますと言って認められるわけだもんね。なるほど。なんで逆に言うとですね、承認されない場合もあるわけ、うん、でですね、私は絶対こいつ投票したくないと思ってもですね、取らないことっていくらでもあるんですよ。うん、教授としてはこの生徒はダメだから落第させたいと思っても、教授会がその点数でダメだっていうふうに言ったら戻さなきゃいけないということなんですね、うん、でまあそれもね、客観的なその基準ってないわけですよ、どれとってもね、
点数ってね、うん、なんで実はあの私がその蛙大学にいた時 の最後にですね、まあ、一応私はあの6年間いたんだけども、さっき言ったとおり2年間はですね登録してなかったら4年ぐらいで卒業したんだけどもね、うん、博士が入ってからですね、うん、その時にもですねあのなかなか最後本当にねあの取れないと思ったらですね、なんかいきなりあの先生が心変わりしてですね、お前来週やるから来いとか言われてですねそんなことない。いやいや、そうなんでね。でその前に、だから、あの、荒ぶりにネゴシエーションしてですね、うん。いや、私が、取らないのおかしいとか言ったんだけども、まあ、もともとね、その、ハサン・ハラビン先生に言ってもですね、彼は、まあ、あのフランスに留学したんだけども、もうハーストね、12年ぐらいかかってんだよね。私だって12年かかったんだから、お前、まだ4年だろうとか言ってですね、私、こんなとこ痛くないとか言ってですね、でまあ、その時もね、私と同期の人間でですね、儒教の研究をやってるのがいてね。朱子学って、あの朱子学、ね、まあ、あの朱子学ですね。だから儒教の研究をやってるのがいて、それから、まあ、博士課っていうのが出ていたんだけどもね。カイロ大学で修士学生。そうなんだけども、そもそも漢字一文字も知らないのね。もうそのレベルでですね、うん、でももう、あいつだってもうすぐ博士取れるじゃないかとか言ってですね、うん、私はこれだけ勉強してるんだって言って、ね、おかしいじゃないかとか言ってですね、いろんな話をして。おかしいもないです。いや、でも、まあ、基準がないわけだよね、本当に。うん、ないんでですね。まあ、だから私としてはですね、卒論の覚悟でもね、ちゃんとですね、あの、成功研究を全部読んでてですね、少なくとも原点に当たってですね、うん、あの、基本的に、日本語の本に書いてもいいけれども、うん、あのキーワードぐらいはですね、ドイツ語読んでね、ドイツ語使ってるとかですね、うん、それぐらいやってないと絶対にダメっていうのことでですね、うん、何度も落とそうとしたんだけれども、大学時代、そう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 、本当に頼み込まれてですね、うん、でそれでまあで実際みんなそれで今まで取ってると言われたらどうしてもないわけよ。前例がこうだっていうふうに、ね。そう、まあ、なんでですね、なぜいくらでもあるわけだもんね。うん、教授の力ではどうしようもないし、逆に教授の力でどうにかなっちゃう。そう。うんね、だからそんなね、日本だってですね、そんなの構成性なんか何にもないんですよ。で、学力があるとかないとかね、語学ができるとかなんてのは、そんなことでのあれにならないんでね。うん。うん、で、だから基本的にはそういう話なんでね、うん、今言ってる話はね。それはそれと一人で、小池さんのですね、アラビア語がそんなひどいのかっていうと、そんなひどいもんじゃないです。なるほど。というのはね、一つには、さっきも言った通り、あのアラビア語が難しいとかでもあるんだけど、一つはやっぱり帝国の言語なのね。あのアラビア語って帝国の言語なんでですね。なるほど。広い。そう。帝国ってあの、辺境ってあるわけですよ。アラビア語もね、アラビア語が帝国だったら、やっぱりイスラム語と一緒になって広まってるんで、イスラム圏に行くとね、あのアラビア語ってどこでも喋れるんで、なんだけど当然ですね、あの辺境に行けばですね、下手になってくるわけだもんね。方言というかね。まあまあそういう話なんでね、日本だって一番あ端っこなんでですね、当然ね、そこのアラビア語が下手になってくるんですよ。いやでも本当にまあそういうもんなんですね。だからあの、うん、それ続いてるのがね、帝国の言葉っていうもんなんでね。うん、まあ、英語でもね、例えばなんか、うん、そうなんでね、うん、中国人とインド人の、ね、英語って全然違うんですね。でもそれでも通じるからいいじゃないですか。そう、通じるからいいわけですね。で、あの、今までのね、その、こいつは下手だとか言ってるんだから、だからあのアラビア語っていうのはダメなんだけども、うん、これはこんなにあの間違ってるとか言ってるんだけども、それでね、あの誤解されてっていうのは一つもないのね。あ、間違ってるんだけども、分かるわけよ、それ全部ね。うん、そうなんだ、相手も分かってるのね。なるほど。そうなんだね。下手だねと思ってるかもしれないけども、下手だって通じるのっていくらだってあるわけでしょ。で、それでいいわけですよね。確かに。まあ、その意味ではね、まあ、40年間もですね、全然アラビアの人でなかったわけだからね。まあ、あれだけ喋れれば十分だよね。っていうのが、ね。40年間経っていて、まあ、かつその、専門ではないという状態でアラビア語で喋ったら、まあ、小池さんのアラビア語っていうのは悪いもんじゃないと。悪いもんじゃないですよね。あれぐらいできれば十分だと思うし、それはあの私だけじゃなくてもですね、何人かのその、アラビアの通訳とかで、どのどの専門家も言ってますよ。新体だと。で、語学ってそういうもんだから、うん、まあ、英語だってね、英語なんて周りにできる人間いくらっていると思うけども、うん、留学しててもね、英語の専門家とかじゃなければですね、こんなにね、綺麗に喋ってる人間ってあんまりないからね。英語なんてあれだけ簡単な言葉なんだけどね、本当にね、まあそんなもんですからね。うん、アラビア語のこととかが分かんなくても、ある程度はですね、さっきのね、大学の基準だっていうのは本当はね、いい加減なものだったらですね、うん、別にあの日本にいたって分かることなんだけどね、うん、そういう想像力がみんな働いてないっていうのが問題なのね。うん、本当では本当に本人にしか分かんないんですよ。うん、なんだけどね。まあ、男性生としては別に卒業してるとか明言してるつもりはないけれども、うん、まあ、別に卒業してても全然不思議ではないっていうか。まあ、実際そのね、たくさんあの、その証明自体がいろいろ出てて、出回っててですね、しかもまあ、彼だけもね、当時を知ってる人間がですね、あのそれを本物だと言ってるわけだからね。うん、で、まあ、その中にも、私も個人的に知ってる人間もね、アラブの先生もですね。まあ、信頼できる先生だということ、うん。いや、信頼できない先生だ。信頼できない先生たちなんだけども、でも個人的に知ってる人たちがみんな言ってるんでですね、うん、その人たちは絶対に認めないからね、間違いだとは、うん、見てくださいってですね、信頼できない先生。
や信頼できるんだっていう、アラブに言ってるからエジプトにいたいんだでも信頼できない大学の言ってるの証明書なんだから信頼できないもんでいいんですよ、なるほどそれでいいわけでね、うん、いやそうなんですよね。だから私もね、だからこれは一応その証明書ってやつですよね。学域ってのはそもそももらってないのよ。学域、あ、いわゆるその、そう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 、入ったね、なんか博士、そうそうそうですね、そうそうそう、博士の学位を称するみたいな、うん、あれもね、あのもちろん 何度も取りに行ったんだけどね、うん、うん、くれない僕らって明日ってですねよくね、言っても僕らって言って、それだけあってね、多分どこにもないと思うけどもね、うん、何を持ってその卒業したってかですね、そういうところでね、そもそもね、よくわかんないんだよね、うん、ね、まあ、多分そのもちろん史跡だってのは本当でないんだけど、史跡なんて概念そもそもないと思うけどもね、うん、当時もね、なかったと思うけどもね、日本人学生の中では史跡だってとか、そういう話かもしれないよね。史跡という概念が意味不明、うん、意味不明ですね、うん、例えば我々っていうか日本の大学であるそんなの。いや全優とかだったらなんか表彰とか少なくともね、山口大学がそんな概念そもそもなかったね。山口大学に勤めてたわけですね、うん、そうそう、山口大学にはそんなの全くなかったし、うん、学部でも修士でもっていうか大学院でもなかったし、私が記憶じゃない限りですね、同志社大学の進学部の修士課程に関しては、一番成績の良かった人間が、代表してなんかあの賞状もらえるかな、なんかそれがあったんで一応分かったと思うけどもね、うん、指摘って言ってもですね、そういう正式なもんじゃなくて、例えば自分その学科のレベルとかですね、学科のその外国人のレベルとかですね、まあそんなもんとして言ったんじゃないかって気もするけどね、まあそもそもそんなことまあ履歴にも書かないね、出席なんてもね、確かに出席は書かない、そうなんだよね、成績優秀者表彰とかそういうのはまあそんなもんだからね、うん、日本ですら曖昧、まあ、そんななしですよね、なるほど。